中日、ライデルが打たれて全てを失う。1点差の9回裏、横浜はライデルの前にあっさりにアウト。ポケモン。こんなんどうやって打つんだよ。いやーノーチャンスやな。必勝パターンあって羨ましい。しかしオースティン、飛球を選ぶ。牧、あと少しでホームランの大飛球タイムリーで同点に追いつく。マジか追いついた。ライマル打てるとかマジかよ。入ったと思ったわ。地方、ライデル今季初のセーブ失敗。延長10回、強打バトルさよなら。バトルチョコン。完璧な流れやったな。まさか勝てるとは思わなんだ。お前変わったな。中日ドラゴンズ2021年から続いていた8回裏終了時点リードの143連勝がついに止まってしまいました。強打陽太によって止められました。すげえ結末で草。ライデルの無敵記録も終わりか。ジュニドラのアイデンティティが。もうこれで何も残らんな。ライデルって打てるんだ。